おはようございます。ブヒケンです。本日は日曜日でございますね。ちょっとね、昨日の土曜日ね、作業ができなかったんですよ。どうでもいい話なんですけど、まあ、なんていうのかな、私と同年代の方の視聴者様が多いと思うんですけど、そういう方たちだったらもうすでに経験してる方もいるかもしれないし、これからそういう風になるっていうのも分かってるっていう方たちもいっぱいいると思うんですけど、親のさ、自分の両親のやっぱ要するに老後のなんね、お世話じゃないけど、こうどういう風にしていくかっていうのにさ、直面するじゃないね。えで、まあ僕の場合の話なんですけど、まあ昨日ね、ちょっとやっぱ実家、ほら月一僕親父のとこ行ってさ、いろんなお金の管理とかをねやってるんだけど、それまあ大体月の晦日とかちょっと過ぎたあたりで行くんだけどさ、でまあ、なんでそうなったかっていうとさ、僕の親父ね、今年は80になるんですよ、でも働いてんの、やっぱさ、うちの家系ってさ、代々職人みたいな仕事に就いてる人がやっぱ多くてさ、まあ親父もやっぱ職人でね、もうこの道何十年、65年ぐらいじゃない、現役で今でもやってるから。そうで、職人ってさ、定年がないのよね。まあ自分が、まあいろんなパターンはあると思うけど、まあ自分がもうできない、もうやめようってなったら、そこが定年みたいな感じになると思うんだもんで、生涯現役っていう人もいるんだけどさ、いろんな職人っているからねで、まあ、生涯現役みたいな人もいるし、実際に親父の友達でも亡くなっちゃった方だけど、前の日までやっぱ仕事してたっていう人もいっぱいいますもんねまあね、お袋がね、何年か前にほら亡くなってるじゃないですか、でその時にさ、親父とも一回そういう話したんですよ。親父は実家で、ね、今一人で暮らしてて、俺はここで一人で暮らしてるじゃないですか。でも俺長男でさ、一人っ子なのよ俺ね。一人っ子なのにね、本当好き勝手に生きさせてもらいましたよ本当そういうのいろいろ感謝する、今この年になってね。若い時はそんなことみじんも思ってなかったしさ、あれなんだけど、まあ、ほいでその時も言ったんだけどさ、親父どうするだって、もう実家全部いろいろ処分してさ、もう親父も仕事を引退してさ、俺んとこに来て隠居生活、まあ、送んないかっていうような話もしたことあるんですよ。するかと、まあ、そしたら親父は、まあ、おふくろのこととかでもいろいろあったんでしょうね、なんか思うところがあったのかな。その時に言ったんだけど、いや俺は体が動くうちは仕事を辞めねえっつってね。でそっから働いてたんですけど、まあ、1週間ぐらい前かな、まあ、連絡がやっぱ入ってね、僕のとこに、今月末も来てくれるらって言うから、あ行くよっつって、日曜日ぐらいに行けると思うかななんつって言ってたら、まあ実はなと、まあちょっといろいろあって、もうどうし今仕事だから、その本当に引退しようかどうしようか迷ってるっていう話をしだしたんですよ。でもし辞めないでまだ続ける場合はっていうのと、まあ、ここでスパッと辞めたらどうなるかっていう話もしたんだけど、まあ、主に辞めちゃった場合の時の話をね、親父はしたかったと思うんだけどさ、でまあいいよなんつって言ってね、ほいで昨日実家行ってきたんですけど、まあ、すぐにすぐっていう話でもないけど、まあね、近い将来、まあ、自分でも言ってるんですよ、もう俺も本当80だもんで、80になるもんで、もうそろそろ本当に仕事自体もそのできなくなってくるようなみたいな話もしててさ、まあ至って元気なのよ、
どっかが悪いとかっていうのもないしさ、もう若い時からさ、あのうちの親父は免許がなかったから車の運転ができないから、あのチャリンコでさ、あのすげえ遠くの仕事場行く時もチャリンコで行ったりしてたのよ、ずーっと。まず体が鍛えられてんだろうね。なので未だに、まあ80でもね、もう元気いっぱいでさ、うん、ピンピンしてて、まあ、昨日もね、久しぶりにクーちゃんの散歩ができるなんつって言ってね、2回ぐらい散歩行ってましたよ、クーちゃんと。でもその元気なのはね、全然いいんですよ、ありがたいじゃんね、いつまでも元気でいてもらってさ、できればじゃあお休みってそこでっていうのがやっぱ一番いいじゃんね。俺よく最近そういう話を友達とするんだけどさ、そういう風になってくれたらいいなとは思うんだけど、まあ親父の話によるとさ、やっぱね、仕事辞めちゃうとボケちゃうって自分で思っちゃってるみたいでさ、うん、で体も仕事に通ってるのも運動になるもんでって言ってて、いやそうだなって言ってるんだもんで、まあ、もし仕事辞めたらなって、あの前々から言ってた通り、お前のとこで仕事手伝うからって、まあ、言ってくれてたんですよ昔から、そうやってね、うん、なので、ああそれはいいよ、ありがたいよって、まあ、だけんなって、毎日ここまで迎えに来るわけにもいかねえらお前がと、うん、そうだよね、往復でもうね1時間以上かかっちゃうからさ、でそんな話をしててさ、言ったら、まあそうなったら俺は電動機付きの自転車を買って苦悩の方を通ってお前のところまで行くと、1時間もありゃ行けるらなんて言ってるもんで、バカ言ってんだと親父って、何キロあると思ってんだって、あの車でも1時間以上かかんのにチャリンコで1時間で来れるわけないだろうって話して、で思ってるより全然距離あるぞっつって、いやそれはもう無理だから、あのそうなったら俺が迎えに来るけど、俺も毎日は無理だから、まあ、例えば1回迎えに行ったら俺のとこ来てもらって3日間ぐらいちょっと泊まってもらってね、ほんでその間ちょっと仕事手伝ってもらってさと、でまあ親父も年だから手伝ってくれるのはいいけどね、あの週半分ぐらいは休んでさ、本当もう自分の本当にやりたいこととかにさ、ちょっと言い方もねあれだったけど、なんかこうに時間を使えばいいよみたいな話したり、のんびり過ごしてさとね、親父一人ぐらいだったら別に俺もそんな稼ぎないけど一人ぐらいだったらなんとかあの養っていけると思うからさと、これで、まあ、昨日自分でも言ってたんだけど、あのもう健康に本当俺も気を使うようにして、あのビールも1日夜1本だけにしてるんだとかっつって、あんなに大酒飲みだった親父が今すぐにそんな細かいとこまでまだ決めんでもいいだもんでね、本当に処分してこっちに来てくれるのもいいし、まあ親父がまだそっちで、ね、暮らしてたいっていうんだったら、それは親父がそう暮らせるだけ暮らしたいっていうんだったらそれでもいいかなっつって言ってね、まあ、そういう話もしたんですけど、いよいよちょっと、ね、自分も本当にいい年だからさ、いよいよちょっとそういうところまであの自分の人生の物語が来てるんだなってさ、よく俺さ若い頃の話するじゃん、あの子供の頃の話とかさ、うん、そこからさもうあっという間よ今この日が俺昨日だから親父と結構長い間話をしてたんだけどさ、まあ一緒に飯食いながらね、すごい話もいろんな話もしてきたんだけどさ、そういう時になってきたんだなってねまあね、一応言ってきましたけどね、あの親父何でもいいけどあのボケないでくれとねえ、それだけはやめてもらいたいからっつって、だもんでボケないようにする努力をしてくれよっつってねまあ笑い話程度にね、まあ、そんな話もしてきたんだけどさ、まあ、誰しも彼氏も通る道だけどさ、あの自分がいざそこの扉をこう開けてレールの上にポンって乗った時にさ、ああ本当にここまで来てるんだなって自分の人生がねなんかそんな感じで感慨深いっていうか、なんというか昨日はちょっとね、うん、おかげで帰ってから、うん、お酒の量がすごい増えちゃいましたよ昨日は、まあ長々ねつまんない話を聞かせてしまって申し訳ありません。おそらく今日は作業の動画がこんな短いと思うので、
うん、ちょっとそういうお話もしてみました。はい、うん、まあちょっとつまんない動画ですけど今日も皆様最後までお付き合いよろしくお願いいたします。すいませんね、くだらない話聞かしちゃって。でも俺もさ、一人暮らしでさ、誰も話し相手がいないからさ視聴者の皆様だったら共感してくれるかなと思って。さあ頑張っていこう。俺が稼がなきゃ親父を食わしていけないよこれからは昨日届いてたんですよ、ここにあるんですけど、うん、で、まあこれはこれでちょっとね、いろいろ後で塗ればいいだけなんで、とりあえず成形の方からやってきます。という感じでこんな感じになりました。この色が違ってるとこあるでしょう、錆止めじゃないよ、このサフの、うん、そこがねパテ入れるとこ、ちょっとここ、うん、であとはサフをちょっと成形して、他の大丈夫そうなところはね、この高いとこ低いとこっていうのがやっぱりいっぱいあるんだけど、それはサフだけでなんとかいけたと思うのよ。まあ何回も言ってるけど、正直そこまで気使わなくてもね、ある程度綺麗になっちゃうような気もするんだけど、でもやっぱこういうへこみは多分塗った上からやっぱ確認できるようになっちゃうから、そうすると今のうちになるべくこう慣らしといた。それと結局結構でかいボツ、なんていう、ボツじゃない、なんていう、デコボコになるもんで、ある程度のごまかしは効くと思うんだけど、このつなぎ目がやっぱり角が立ってると、それは塗った上からこういう風に出ちゃうと思うんで、なるべく、まあ、なるべくちょっとね、消す努力をしたんだけど、で、それすらもちょっとごまかしが効くんじゃないかな、なんて自分でも思ってるんだけど、なんしょこれね、やってみないと分かんないじゃん。まあ、とにかくね、ちょっとね、進めてみます。やるだけやってダメだったらもう一回ひっぺかして、どうするか考えますんで、とにかくちょっとパテ入れましょう。こっちよし、こっちは乾燥を待ちましょう。ある程度ね、そんな、あ、ダメか、やっぱそこはちゃんとした面が合ってないとダメかな。いくらなんでもこうね、うん、こうとこう、まあいいや。じゃあ乾く間に反対が、成形していきます。こっちもパテ塗りました。あとはね、ちょっと今乾燥させてる最中なんで、乾くのを待ちましょう。まあ気温も気温なんで、はい、ほぼ乾いた。ただここね、結構厚く持ってあるので、うん、やっぱちょっと一日置こうね。いや、これね、多分ね、なんとなくわかるんだけど、まあ成形してね、完成なんだけど、これちょっともう一回塗んなきゃダメかも。ちょっと急激にこの状態でもカクンってなってるのが、うまく削れるかな。うん、まあなんとなくね、こういう風にごまかせればいいんだけどね。よし、こっちもね、この真ん中辺だけ厚盛りなので、まあ表面ももうね、いいけど、こっちは多分大丈夫かな。いや、もう一回行かなきゃダメかな。わかんない。やってみないとわかんない。この辺が高くなっちゃったね。うん。まあ、そんな感じでね、本日はこれぐらいしかないんですよ。